昭和36年台風第26号は1961年10月に日本に接近し前線や低気圧とともに大雨による被害を出した台風である。進路図1961年10月25日の朝に日本の南海上にあった前線が北上し、さらに26日には前線上に低気圧が発生。また24日に マリアナ諸島近海で発生した台風26号は北から北北東へ進み28日から30日にかけて日本の東海上を北上した。低気圧と台風の影響で南からは断湿気流が流れ込み、期間降水量は奈良県肘岳で1200ミ、mm、リメートルに達したほか九州地方から関東地方にかけて300から500ミリメートルの大雨となった。 また、四国地方から関東地方にかけては、北東の風が強く吹き、高波が発生した。九州地方から近畿地方にかけては大雨による浸水被害や土砂災害が多発し、大分県では、満員の大分交通の電車が崖崩れによって土砂に埋没し、31名が死亡するという事故が起きている。さらにこの台風は、日本の貨物船、 深山丸を沈没させた。幸いにも、深山丸に乗っていた47人の乗組員は、全員救出され、グアム島へと輸送された。この台風や前線、低気圧による災害によって、死者78人、行方不明者31人、負傷者86人の人的被害が確認されている。他、重火全壊234棟、重火半壊444棟、 床上浸水1435棟、床下浸水5313棟などとなっている。ありがとうございます。